佐藤和夫道場です。今式典は無事終了いたしました。この後テープカット、そして子どもたちによるこの風船やることになっております。あれなっちゃったね。まだ芝青々としてないですけど、もう少し経てば本当に緑色地が真っ青な不思議なサッカー場になるのかなって感じしてますね。まだ本当に誰も踏み込んでないところは本当に足跡がつくっていう感じで、うわうわ風船飛んじゃってるな。皆様、準備が整いますまでしばらくお待ちください。あら、また時間かかるそうだね。また、本日は真岡市のイメージキャラクターであるコットルリーちゃんが応援に駆けつけてくれています。一度終わりにします。また時間かかりそうです。